98年長野オリンピックの金メダリスト、47歳になった今も飛び続けています。この大会も2011年に制した経験があるという船木和喜。船木の1回目条件はいいですよ。あ、そうですか。この綺麗な引けは相変わらずですけれどもね。そうですね、素晴らしいですね。今日解説の西方仁也さんはこの船木が金メダルを取った98年の長野ではテストジャンパーを務められて、はい、まあ、そのいきさつがね、はい、日の丸ソウルという映画にもなりましたけれどもね。ありがとうございます、はい、いろんなやっぱり複雑な思いもあり、さあ47歳船木和喜再びゲートに入って、シグナルグリーンを待ちます。この2回目鋭い踏み切りからちょっと板が揺れてバランス崩れました。いや、下の風が難しいんですよ。はあ、上がちょうど正面から来ているのでスタートできるのかなっていう気持ちで入ったと思うんですが、ここでスキーが離れるんですね。ここで浮力を多分感じなくなってしまったんじゃないかなと思います。飛型も低い点数となってしまった船木です。